浅井電ダムは、岐阜県高山市と日田市との境、一級河川、神通川水系高原側に建設されたダム。高さ21.1メートルの重力式、コンクリートダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、東町発電所に送水し、最大3万1300キロワットの電力を発生する。岐阜県日田市。 上岡鉱山を流れる高原川は、神津川の支流の一つで、長野県との県境にそびえる日田山脈乗倉岳に橋を発する急流である。1922年、三井鉱山と大道電力は、両者の共同出資によって、上岡水、電を設立し、高原川筋において、工業内市電気事業用の電源として、水力発電所の建設を進め、 1929年には、伊賀谷発電所の運転を開始している。1939年、日本政府による電気事業管理の一環として、日本発送電が設立されると、高原川における発電事業を、上岡水電から引き継いで開発の手を上流へと伸ばし、東町発電所、牧発電所の建設に着手した。浅井電ダムは、 東町発電所の取水ダム及び調整地として高原川に建設するもので1939年に着工し1942年に完成。同年、東町発電所及びその下流の巻発電所がそれぞれ運転を開始した。上岡水田は1941年に電力設備を日本発送電に出資した後も東町発電所の建設工事を 日本発送電からの一択を受けて施行し、完成と同年に解散した。1951年、日本発送電は分割、民営化され、新たに9つの電力会社が設立された。この動きの中で、東町発電所、牧発電所が北陸電力、関西電力のどちらかに帰属されるかをめぐって、問題が生じた。当初、両発電所は、 関西電力に継承されることとなっていたが、両発電所を含め、北陸地方にある多くの水力発電所が、関西電力の手に渡ることに対して、富山県や地元の企業らが反発。東町発電所、牧発電所をめぐっては、北陸電力と関西電力とが、公益事業委員会を交えて交渉した、結果、両発電所は、北陸電力に帰属することが決定した。こうして、 高原川における水力発電は北陸電力が一手に引き受けることとなった。その後、浅井電弾部の上流では北陸電力と北陸電力が地元企業と共同出資する形で設立した富山共同自家発電によって電源開発が進められ、中崎発電所、栃尾発電所、桂山発電所、三佐発電所という4つの水力発電所が稼働している。 岐阜県東上岡町、鉱山の町並みの中に東町発電所がある。付近を高原川が流れ、その上流、高山市との市境に浅い殿ダムがまたがる。浅い殿ダムは高原川をせき止めて調整地を形成。蓄えた水を右岸の取水口から取り入れ、東町発電所に送水する。 ダムの幅は135.4メートルで放流設備として8門の洪水破棄ゲートと2門の土砂破棄ゲート、合計10門のローラーゲートがずらりと並んでいる。かつては付近の著木場からスゴロク川や金木戸川方面に向かって森林鉄道が付設されていた。東町発電所の下流には薪発電所がある。東町発電所で発電に使用した水を取り入れ、 再び発電に使用した後、高原川に放流している。下流には新井の谷ダムがあり、高原川は、道ダムによって、再びせき止められる。ありがとうございます。